はい、こんにちは。そっか塾の久保です。FX の追加放送になります。日付は4月8日。で、現在の時間が16時です。で、今ご覧いただいているのが朝8時なんですけども、ほら、ご覧のように朝8時にね、ブレイクアウトしてるんですよ。まあ、ですんで、ここでエントリーをしました。 申し上げた通り、ここが私のまず一つ目のブレイクアウトの瞬間だったということで、エントリーポイントを設けたところでね、えー、エントリーしてあげたわけなんですよね。えー、で、価格は124円の060でエントリーなんですけどもね、えー、こうエントリーしたらどうなっていくかということなんですけども、このまま125円には問題なくいくかなと思ったんですけども、そうはならなかったわけですよね。ちょっと後の画像を見てみましょうか。これです。はい。ロスカットを食らいました。はい。 125円に行くどころか123円の800も割ってしまったんですよですので文句なしのロスカット私のロスカットラインはあの黒い線のところ矢印のところに、えー、持ってましたんでねええー、あえなくここでロスカットでまあ損失を出してしまったということになります残念ということでね新しい、えー、エントリーポイントを設けるときに私はいつも考えてるんですよ例えばここですね ここの切り板をまず一つの目安にしますだから124円の205ね前回は124円の060だったんですけどももうちょっと上の方に行ったら今度エントリーしようかなと思ってます124円の205ですねここに来たら私はエントリーするつもりで朝10時ロスカットを食らった瞬間に、えー、エントリーポイントを変更しましたはいで現在のこれ時間軸ですね いかかでしょうか今度のエントリーポイントはここですからねうんここまで来たらここまで来たらエントリーして125円を目指す80ピップスぐらいをねえー、標準で取っていこうかと思いますということはロスカットはどのぐらいになるかわかりますよね私の場合はロスカットは3.1なんで80ピップスを狙おうかと思った場合は、はいいくつになるでしょうかまあ20ピップスから30ピップスの間ですよね だからそちらの方をロスカットラインとは反対方向に設定しますので、大体この黄色いところですよね。うん、黄色いところにロスカットラインを設けて、で、テイクプロフィットラインはずっと上の方ですよね。1対3で取りますんで。そういう風に改めて設定しますが、もう16時なんで、もう今日はいいかなっていうところです。 まあ練習のためにね、そして皆様への今日私はロスカットを食らいましたよっていう報告のためにこの動画撮らせてもらいました。どうもありがとうございました。じゃあよかったらまた来週よろしくお願いします。とりあえず今日は材料がありますんで、材料をしっかりと見ていこうかなと思ってます。こんにちは、即可塾の久保です。今日から4月になりましたね。まあとりあえずは、あのトレードは、あの解説をしていきますけども、エントリーは基本的にしない方向で、 来週まで持ち越そうかと思います。ですんで、えー、きちんとね、トレードするの4月4日からってことになりますんで、今日のところは今までの動きとこれからのお予測ですね、こちらの方を合わせてやっていこうかと思います。えー、それでですね、3ヶ月や半年ならまだ下なんですけども、1年以上 FX に関わっていて、まだ思うように相場が見えなかったり、利益がコンスタントに埋めてないってことは、これね、やってないんですよ。何をやってないかっていうと、基礎的に覚えることを覚えてない。えー、そしてフォーメーションを マスターしてない。フォーメーションって言ってもね、あのー、テクニカル分析の中のフォーメーションなんですけども、まあ、これについてはね、何あの、テクニカル分析のフォーメーションって何って方は、4つの手法をお伝えしますので、そのフォーメーション分析について、あのー、またね、あのー、聞いてみてください。お答えしますんで。今回は長くなりますんで、活躍しますけども、まあ、あの、基礎用語を覚えてないってことと、フォーメーション分析を理解してない、つまりテクニカルをやってないってことは、これ勝てないですよ。 で、そこにはしっかりと時間を使ってください。それがマスターできるようになったら、あの、もうね、朝ちょびっと、昼ちょびっと、夕方に決済ぐらいのコンスタントな、あの、相場の見方だけで勝っていけるようになります。逆に、それやってないと勝てないですよね。うんだからね、先ほども FX の疑問質問にお答えしたんですけども、あの、忙しい中でも勝てますかってことなんですけども、忙しい中でも勝てるんですけども、でも、勝てる要素を積み上げる部分は、みっちりとやらないとダメですね。 私の経験で言うと、1日10時間が1年間でした。GWBS ってね、スパルタ式のヨザーツバさんのスクールに入ったんですけども、最初1900人参加されたそうなんですけども、最後は100人も残ってなかったそうです。ね。これ考えると FX で勝つことってのが、どういうことなのか理解できると思うんですよ。ですんでね、あの、結果的に簡単に稼げるようになります。結果的にはね。でもその結果的にの過程は、楽じゃないと思いますね。 覚えたくのな,いないことを覚えてですね、えー、身につけてもしょうがないようなことを、一見しょうがないようなことを毎日やるわけですから。でも、そこを通り抜けると、あの世の中のお金が全部自分のものっていう感覚になります。<laughs> だから全然ね、あのー、全然違ってきますよ。例えばこれから値上がり始まるじゃないですか。じゃあトレードの回数増やそうかなぐらいのもんなんですよ。うん、だから 自由な時間と自由なお金。これは永遠に自分についてくるんじゃなかろうかっていう思いとともに、うん、油断しちゃいけないなっていう、そういったね、リスクヘッジにもシビアになってきますんで、人生が改拓できると思います。はい、それではね、しばらく相場解説お聞きください。こちらです。えっと、まずね、月が変わりましたんで、えっと、月足を見たいところですけども、今回はですね、あの、週足の方から行きましょうか。月足はね、相変わらず右肩上がりですから、 で今見ていただいてるのがあのー、1週間の変わり目なんですけどもね今日が金曜日ですからご覧のようにねえっ、ー、とこの辺りからずーっと上昇トレンドでしょ、ね、これ毎週毎週お話してますけどもこうやって補助線引きます補助線引いてくださいねでここまでいったってことなんですよこの縦の赤い線はこれはチャンネルラインですから気にしないでください こうやってチャンネルラインっていう言葉もさらっと出ますけども、それが何を意味するのかわからないけど、私の言ってることわかんないでしょう。だから基礎用語は暗記してくださいっていうことを申し上げております、はい。で、次ですね。えっと、デイリーの方行く前に、ちょっとこれ見てみましょうか。FX で最も簡単に担ぐ方法の一つとして、えー、っと、1週間の時間軸。1日の時間軸。で、4時間。 一時間足を順番に見て、例えば全部が右肩上がりだったら、今見ていただいてるのは右肩上がりの図ですけどもね、全部が右肩上がりだったら、まあ、どこの時間軸でエントリーするにしても、倍でエントリーすれば、ほぼ負けなしです。まあ、私たちの場合は一時間でやり取りしてますから、ですんで、このね、全時間軸が上に向いていて、ピタッと一致していたら、まあ、何も考えずに、細かいこと考えずに、 倍でエントリーすれば、まあ負けることはないですね。それでも負けることがありますけどね。うん。でも珍しいです、負けることは。で、問題なのは、全時間軸が一致してるんではなくてね。例えば、ここが、まあ考えにくいんですけども、下に向かってるよって場合があるとしたらなんですよ。どう判断すればいいかってことが迷うでしょ。えっ、ー、と、こんな感じにしときましょうか。はい。例えば、 1>, えー、1週間が上に向かっている。1日軸が下の方に向かっている。4時間が上で1時間が上。この場合、1時間でエントリーするなら、倍で構いません。4時間でもそうです。1日足の時だけ、売りにかけてください。そして1週間足でエントリーする方は倍です。で、こういうのがあります。最も簡単でしょでもこれで全部 FX が攻略できるわけではありませんからね。 これも判断の一つの要素になるっていうだけです。じゃあ、話を元に戻します。はい。じゃあ、デイリー見てみますね。デイリーを見ると、何度も言いますけども、ここがブレイクポイントになったわけですよ。上に行って跳ね返る。上に行って跳ね返る。これが二つ集まったんで、この価格ってのがブレイクポイントになるなっていうふうに決めるわけなんですよね。そうなると、ここで弾かれて下に行くのか、そうなった場合は、 レンジが継続です。でも、ブレイクアウトを狙うなら、ここで、突き破って上昇したことを確認して、倍でエントリーすればいいよってことをずっと、この1ヶ月お話ししてきたわけなんですよね。で、その後は、全時間軸の動きもあって、ぎゅーっと上に急騰して、120円に行って、125円に行ったということです。125円に行くと、たくさんのポジションが決済されますから、上級者のポジションがね。だから大きな髭を出して、帰っていったってことになります。 初心者の方のエントリーを巻き込んで、ロスカットを巻き込んでここまで降りていくわけなんですよ。プラス上級者の方は、決済した瞬間に今度売りを立てますからね。これもお話ししましたけども、そういうメカニズムで、このヒゲと実体ってのはできてますから。じゃあ次行きましょうか。じゃあ4時間のね、時間軸を見た時に、人が何を考えるかですよ。気づいている方は、昨日お話ししましたけども、ヘッドショルダーを意識しますね。で、 一人の投資家として、おいおい、他の奴らはヘッドアンダーサーダーを意識して、これから売りに向かうんじゃないかっていうふうに判断したら、その人は売りのポジションを立てておくんですよ。そうするとね、似たような考えの人、上級者の方がある一定のロットでここに売りポジションを立てますから、本当に落ちていくんですよね。初心者の方が低いロットを入れたところで何の影響も及ぼしませんが、この形に気づけるのってのは上級者です。まあ中級者以上ですね。 初心者でも気づけるかもしれないですね。でも、このヘッドアンドスルダーによって、大きな資金を持ってるやつが売りにエントリーするに違いないっていうふうに、維新伝進するほどのお中級者、上級者っていうのは、まああんまりいないと思いますけども、その方たちがまとまったロットを入れると、これがセルの方に動き出します。このメカニズムよろしいですか多くの方がね、多くの方は初心者、負け組ですけども、ちょっとひどい言い方しますけどね。 多くの方が小さいいロットを入れてもあんんまり変わんないんですよ。でも中級者以上の上級者が入れるロットってのはでかいですからでそうなると少数の人の大きなロットが市場を動かすんですよ大勢の小さいロットが市場を動かすことはありませんですから初心者の思った通りにはならないんですよ初心者の方がいろんな理論理屈を作ったところで上級者の方のさらに上をいく理論理屈とロット数にはかないませんからね だから初心者の方が自分がエントリーした瞬間逆方向に動いていくなって感じるのはそのためです。ね、わかりました。ここを理解するのに私もちょっとね、時間がかかったんですけどね。はい、じゃあ、1時間見ていきましょう。はい、1時間を見ると、チャンネルラインを引いてますけども、ここね、どんどん右肩下がりになってますよね。私がチャンネルラインを引いたのは、 ここと、ここと、ここが確定したんで、こっから引っ張ってみました、実体からね。そうすると、この点が予測できたわけなんですよ。ここもですけどね。そうすると、エントリーはしませんけども、ここに達した時にセル、ここに達した時にセル、そして今ここに達しているんで、金曜日の方向性はセルでエントリーできるってことになります。ただ、エントリーしませんけどね。 こういう風な考えを積み上げてえ、大きな勝負に出てるってことなんですよ。で、こういう風な判断が外れることもあるし、当たることもあって、トータルでそれを積み上げたときに、大きな勝負面が来たときに、よし、じゃあ125円を目指してエントリーするぞっていう風うな決断に結びつくわけなんですよ。で、それを結果だけ私このね、相場解説で言ってますんで、なんでなんだろうっていうところが出るのは確かなんですよ。 で、なんでなんだろうって私の相場解説感じた方は、メッセージしてあげれば全て回答しますからね。根拠がないエントリーなんてしてません。逆に言うと根拠がなければエントリーしてないんですよ。エントリーしない根拠があるってことですけどね。それがこの前県庁になられた、ロシアのウクライナ侵攻。ね。ファンダメンタルが、もう、むちゃくちゃ出る時ですから、テクニカルトレードの私としては手も足も出ません。だから、一週間トレードを休みます。一週間後、もう一週間休みます。 ということを申し上げたわけなんですよ。だから自信を持って休むべき1週間。なぜならテクニカルが市場に反映されないからなんですよ。ファンダメンタルばっかりなんですよ。でもファンダメンタルもある程度積み重なると、私の場合は2週間ですけども、そうすると今度はね、ファンダメンタルの積み重ねがテクニカルになってくるんですよ。というところで結局はテクニカルの方向に進んでいくってことになります。はい。えっ、ー、と、今回もしっかりとした講義をお届けしましたけども、いかがだったでしょうか。 えー、今回のね、動画、相場解説が、あ、なるほどな。非常に分かりやすかったって方は、ここまでしっかりと基礎を積み上げた方です。何言ってるのか分かんない。新聞幹文だよって方は、まず基礎用語を覚えてください。その上で、フォーメーション分析ね、こちらの方を、まず身につけてください。でないと、私の相場解説、こういう風にね、あのー、講義になった時に全く理解できませんから。でも、ちゃんと積み上げた方が私の講義を聞くと、さらに力がつきますからね、勝てるようになります。 はい。じゃあ本日は以上でございます。4月も頑張っていきましょう。うん、こんにちは。そっか塾の久保です。今日4月4日月曜日になりました。まあ春になりましたね。桜も咲き始めて、この調子で FX も大きな花びらが咲くといいですね。え桜の花が散ってきた。嫌 <laughs> な感じですね。まあ今週はですね、ちょっと変わり目に入ります。変わり目というと、今まで一本調子で右肩上がりだったものが、もしかしたら下落に入るかもしれない。いやいや、変わり目にはね、もう一つ意味があるんですよ。 新しい上昇トレンドっていう変わり目です。だから、全体的には継続して右肩上がりなのかもしれません。まあその辺を今日はね、解説していこうと思います。じゃあ週が変わりましたので、週足からご覧ください。今ご覧いただいているのが週足ですけども、トレンドってのはね、こんなにはっきり出るわけですよ。ここを変わり目として、それまで右肩下がりだったものが、ぐーっとね、右肩上がりになって、急速に上昇しましたよね。 これってうのはね、ファンダメンタル後のロシア・ウクライナ情勢から世界のトレンドが変わってきて、ひいては有事の際の日本円ではないってことがはっきり分かってるところなんですよ。有事の際のドル買いに入った。そして円は変われなくなった。だから円安になっていくってことが分かるんですよね。チャートを見て国際情勢や国の通貨、ひいては国の力のパワーバランスを知ることができる。これがね、 FX の面白いところですよねちょっと遡っていくとこちらの方にも変わり目があってそれまでの右肩上がりが下がりになりましたよねでその前にはここが変わり目になってますということで変わり目っていうのがね週足で見るとあこういうふうに起きてるんだってことが分かりますよねだから長期であればあるほど投資っていうのは勝ちやすいんですよただし長期であればあるほど大きな資金が必要になってきますそれは振れ幅があるからなんですよ 上下に触れながらありますんでねどこで倍をかけても確かに利益は最終的には取れるんですけどもただこの下がり目でロスカットを食らうかもしれないでしょだから週足でエントリーするとなるとそれなりの資金が必要だよってことですその代わり週足で勝負するとこの丸の中であるようにたった3本か4本のこのローソク足の間に数百万数千万という利益を上げることができるんですよ じゃあ、大きな話はこの辺にしておいて、ちょっと冷足の方に移っていきますね。ちなみに、周足は右肩上がりです。はい、じゃあ冷足になりました。冷足も相変わらず右肩上がりですけども、この辺りでちょっとね、三角形の帽子みたいなものができていますよね。ここが変わり目を予想させるということなんですよね。125円に達した瞬間に急速にヒゲを出して、つまりは、この辺りとこの辺りでエントリーした方が、もう、バカバカっとね、 決済ししてして利の富を得たわけなんですよまあ私もその一人なんですけども私の相場解説を見てる方の中にも数名ですけどもね40万50万という利益を一発で上げた方がいますそれは上げれるようになるんですよ適正なロットと適正なあ相場解説から吸収する読みを持ってすればねそれからそこに資金を投じれる勇気ですかね精神力ですだから知識経験そして精神力この三つの フェーズってのはどこまで行っても変わりません、はい、では右肩上がりなんですけどももしかしたらこの変わり目によって大きく下に下がっていくか高根県ですからねもしくはこの高根県からさらにね新しいフェーズとして右肩上がりが継続されるかまあ日本円がそれほど売られるってことですからあんまりね日本人としては嬉しくない部分なんですけどもねもしかしたらねロシア・ウクライナ情勢もここで交渉が成立して ある程度肩がつくのかなと思うんですよ。まあそういう風なファンダメンタル要素も入れながら変わり目っていうのを意識していこうかと思います。えそれではね、4時間の方を見ていきます。はい、4時間ですよ。なんとなくヘッドショルダーが匂ってきたっていうところで結局ヘッドショルダーにはなりませんでしたね。ヘッドショルダーっていうのは高根県で肩、頭、そして肩、 ブレイクアウトっていう形で大きく下に下がるはずなんですけどもヘッドショルダーでもですねこの肩で弾かれてさらに上に行くパターンがあるわけですよで多くの場合はダブルトップとかを作るんですよねダブルトップを作ってそこから大きく結局下に下がるみたいなこともありますしねその他ダブルトップをぶち抜いて新しい上昇フェーズに入ることがあります だから変わり目なんですよ。継続に見える変わり目ですよね。はい。4時間足は右肩上がりです。じゃ、最後1時間を見ていきましょう。はい。1時間は横ばいから右肩下がりに見えますよね。うん、この黄色い線を引いたのは、ブレイクアウトしたかなと思ったからなんですよ。でも、その判断はちょっと変わりました。ただ、黄色い線は使いますので、このまま残していきます。 で、これはね、別の動画でもあげたんですけども、この125円が巻き戻されて、この頭が揃ったところがあるでしょここにまず点を引いて、今度、ここも頭が揃ってますよね。ここにも線を引きます。以降、ポイントになるところを、こうやってマーキングして、一直線の線で引くと、実はですね、レンジっていうのはこういう風な形ですけども、レンジを、 ちょっとだけ傾けた、倒したような形のものができるんですよ。こういう風うに傾けてね。こういう風うにガクッと倒した形のものです。それがここにあります、こういう風うに。ね。この安値圏にも3つのポイントが引けて、これがこんな形で箱になってるわけですよね。で、まさにここをブレイクアウトして、 上昇していってるわけなんですけども、そうなるとね、新しいフェーズの右肩上がりが始まるんではないかなと思わせるんですよ。で、黄色い線に戻りますと、ここと同じように、ここでもブレイクアウトをしてるんですよね。ただ大きく上に伸びませんでしたので、はっきりとしたブレイクアウトではないんですけども、まあ、こっちの下の方にはもう値動きがついてませんよね。この黄色い線の上側の方に値動きついてますよね。 だからこれが今後もこっちの方に伸びていくのか、ごちゃごちゃなってすみません。下の方にやっぱり潜っていくのかを確認する月曜日にしようかと思います。はい。では1時間軸は横ばいから右肩下がりに見えるかな。まあ横ばいですね。ということなんで、全時間軸が右肩上がりの方向からちょっと変わってきました。だから変わり目だってことなんですよ。 はい。今回はちょっと丁寧に解説してみましたけども、いかがだったでしょうか。まあ、月曜日でね、特にここまでずっと同一トレンドでバ、バイバイバイで来ましたんで、この変わり目はちょっと逃さないようにしていきたいなと思います。でも、結果、新しい右肩上がり、つまり、バイのフェーズに入ったのかもしれませんからね。変わり目だからといって、今までとはまた逆の動き方、つまり、買いから売りに来ることだけが変わり目ではないってことをよく覚えてください。買いから買いに入る変わり目もあるってことです。 そのための今日は見極めの月曜日にしようかと思います。それでは行ってみましょう。おはようございます。今日は4月5日。4時15分の相場解説になります。今日はね、昨日の4月4日の18時をまず最初に、まあ一緒に見ていってですね、その後、今リアルタイムの4時間足、そして1時間足ということでお話ししていこうかと思います。よろしくお願いします。まず、昨日の18時夕方なんですけども、記録引いた線の延長で、 要するにこのロウソク足値動きがこのゾーンに絡んできてますよねこの黄色い線の延長線上に、まあ、これが何を意味するかってことなんですけども一つはまあ軽くレンジに入ってるってところなんですよあとはえっとねこの下の部分に顔を出さずに、まあ、上の部分で展開してるってことでやっぱり緩やかな 上昇トレンドをこれからも書いていくんじゃないかなと思うんですよね一回下にドーンと下がるチャンネルラインを引きましたけどもそこからブレイクしたんで基本的にはこっちの上の方にね値動きが展開されるということですまあこれを踏まえてじゃあ今の時間4時間から見ていきますよえっ、ー、と4時間なんですけどもまあこれ上昇トレンドそのまま継続ですよねちなみに1日そして1週間 こちらの足、今お見せしてませんけども、共に、まあ上昇トレンド、そのままでございます。だから一旦ここで、変わり目が生まれたかなと思ったんですけども、変わり目が起きた後に、さらなる継続というね。だから変わり目の後って大体、それまでの動きとは反対側に行くってことを指すと思いますけども、私の考えではですね、変わり目の後にさらなる上昇トレンドというふうなね、いわゆる、上昇継続っていう一言で言ってもいいんですけども、そちらの方が、 今回は考えられるかなと思って見てますね。じゃあ改めて1時間の方を見ていきましょうか。現在の1時間足ですけども、どうでしょうかね。昨日の18時から考えると、緩やかな上昇を見している。で、なおかつ、まあ、レンジはレンジで、ここに存在してるって感じですよね。まあ、そう考えるとこれからも、まあ、倍の方で緩やかに取れていけるんではなかろうかと思うわけですよね。 じゃあ、それから、数時間経って、まあ、今回はね、これほど緩やかに行ってますと、ブレイクしてブレイクアウトみたいなね、ズバーンとした羽は、あんまり考えられないと思うんですよ。じわじわと、この小さい、ロうソク足が、ロうソく足ちっちゃいでしょ、ここ。ね。このちっちゃいロうソク足が、うん、少しずつ、123位に向かっていくんではなかろうかと思うところで、今日は解説終わらせていただきます。はい。じゃあ、追加なんですけども、 ローソク足一本一本の大きさ。今矢印でお示ししているところは、ローソク足ちっちゃいですよね。でも、このチャンネルラインは結構大きめのローソク足出てないですかうん。で、大きめのローソク足が上に行くのか下に行くのかの方向性を決めているわけなんですよ。ちっちゃいローソク足がね、少しずつ上に上がったところで、大きなローソク足が一発でチャラにして、で、また同じようにちょっとずつ上がっていくんだけども、 大きな流れが、まあ、それをチャラにしてって感じで、ここで考えられるのは、しっかりとした資金を持っている方がこの大きな波を作ってね。で、あんまりお金がない大多数の人がちっちゃいローソク橋を作ってるっていうふうに見て取れるってことなんですよね。じゃあ今は巨大な資金が入ってないというふうに見えるわけですよ。大きな資金が入るときがドバーンと大きな要請なり陰線を書くときだと思いますんで、それについていけばいいかなと思ってます。じゃあ以上でございます。 おはようございます。速っ塾の久保です。今日は4月6日ですね、えー。5時16分の相場解説になります。ご覧いただいているのが冷やしなんですけども、昨日までのお話で上昇トレンドが新しい展開に入りました。変わり目ですよって言いましたよね。変わり目っていうのは何もここから下落していくから変わり目っていうところばかりじゃなくて、新しいフェーズとして新しい倍上が,りの上がりの流れがね、始まるのも 変わり目なんですよこういうふうに大きく見ると125円をつけて大きく値を戻したところからが押し目となってさらに上昇するってことも考えられたわけですよねで、えー、それがもうすぐどっちに行くのかはっきりわかるということなんですけども今のところ言えるのは前回の水準123円あたりまで来たんでここからですね以前急速にひげを出して125円をつけてからの下落ですよね ここがどのように作用してくるかってことになります。おそらく N を書いて130円に向かっていくんではないかなと思いますけども、今のところちょっと材料が少ないんで、なんとも言えません。ただこのね、冷やしを見てる日付け、まあ、右肩上がりで間違いないんじゃないかなと思いますけどもね。じゃあ4時間の方を見ていきますよ。さあ4時間を見ていくと、このようにわかりやすくなっているのは、 この黄色い水準を、ここですね。黄色い水準を超えて、で、ギャラクトレンドをもう一回書いたんですけども、この黄色いところから横にブーッと引いたところですね。ここから上のフェーズになっているってことなんですよ。ここね。で、きっちりとここにレンジが作れるんですよね。これをもうちょっと細かく見るのが1時間軸なんですけども、ここでちょっと時間を巻き戻してですね、 4月5日昨日の17時のこのポイントに注目してみたいと思います。ずっと短めの陰線4線が並ぶ中で、丸の書いてあるところ、ここには大きな陽線が出てますよね。これがきっかけになります。で、黄色いこのゾーンが横に広がっていくと、さあどうでしょうか。昨日もお話ししましたけども、 下の方にはローソク足がほとんど存在してないのに、上の方には大部分のローソク足,足が存在してますよね。で、この赤い丸の中の陽線です。そうなるとですね、これが見えてくるんですよ。こちらと、こちらと、こちら。ラフに横線をビューっと引くとですね、さあここにレンジが見えてきます。ここまでできますか うんどうでしょうかねちょっと難しいですかねまあここまでできたらもうブレイクアウトが見えるよってことなんですよだから昨日の17時の時点であこれはブレイクアウトして上に抜ける可能性が非常に強くなってきたなと思えるんですよなぜならこの丸の中の陽線が大陽線になったからなんですよそれまでは陽線と陰線の繰り返しだったんですけども 大陽線が出たところで均衡が崩れて、これは上へ突破する力がかなり強くなるなってことが分かるんですよね。じゃあ17時の次の時間軸のを振り返ってみましょう。次はですね、深夜3時です。本日4月6日の深夜3時なんですけども、どうでしょうか。引いたレンジからですね、ブレイクして、やっぱり上の方に突き抜けていったということです。ですんでエントリーは、 123円の110ぐらいからできるんじゃないかなと。現在40ピップス以上含み液が取れている状態です。さあ、しかしこれ3時ですね。3時なんで、じゃあ本来の今の時間軸5時20分になりましたけども、そこにちょっとね、時間を戻してみましょう。えっ、ー、と、黄色い線と、こちら上の大陽線が出たところ、ここね、大陽線が出たところ結んでいくと、このようなレンジが作れて、 ここはブレイクしなかった。ここはブレイクしなかった。ここはブレイクしなかった。そしてブレイクしたという風な形でブレイクアウトが見えて取れるわけですよ。同じようにね、下の方のブレイクアウトを見ようと思ったらこうやって見ていくんですよ。で、大きな陰線がここで出ようとしていたんですけども、大きく髭を出して上の方に巻き戻されてきましたよね。だからここは下の方にブレイクすることはないなっていう風に感じるところではあるんですよ。ただ、今度大きな 陽線が出た時、波大抵の陽線じゃなかったんですよね。まあ、ですから、これは上に抜ける可能性も出てきたなと。それで全体の時間軸の中では右肩上がりですから、これは上にブレイクアウトする可能性が強くなったなってことで待ち構えることができるんですよね。で、えー、結果、ここのブレイクアウトが取れていくってことになります。で、ちょっとね、また別の時間軸に戻っていきます。冷やしです。冷やしに戻っていきますけども、現在だから、 この実体と実体が釣り合ってるところなんですよ。123円の621あたりで。ですんで、ここからさらに値段を上昇させて、125円のね、このヒゲの先端を超えれるかどうかってところを見ていかなくてはいけません。というのが、前回は125円のこのヒゲの先端で決済した方っていうのは、あ120円で仕込んだ方と、115円あたりで仕込んだ方、この2つの大きなポジションが全部決済されて、一部の方の大量のね、 ロットが決済されて費用を出したんですけども今回の要請程度はこちらあたりから仕込んでる人のものが多いんですよでそうなるとここではさすがにね決済しないんですよねこれが予測です多分決済しないだろうとそしてもう一個ここでも決済せずにここを突き破ることを期待した人がここで仕込んだんではなかろうかと思うわけですよねつまりはここでさらに追撃の会を 入れる可能性が強いわけですよいずれも上級者の方でお金を持ってる方ですよ。だから初心者以下の方で、そもそも口座に入れるお金が少ない人ってのが FX の世界には多数存在するんですよ。だからそういう人たちがいくらその小さな金額を集めても、まあ上級者のね、大きなロットにはかなえないっていうところなんですよ。一部の方の巨大ロット、こっちの方がいつもでかいんですよね。で 大多数の小ロット、これはね、えー、本当に、えー、上級者の大きなお金が動いたらもう巻き込まれてかなわないんですよ。まあ、ですんで私たちの戦略としては上級者の投資家さんがどこにお金をね力を入れたかってことを見抜いてそこに後乗りしていくっていう形です、ね。ということでもうちょっと様子を見る中で倍の方で構えて、えー、昨日のから今日にかけてのブレイクアウトこれを利用してね えー、上級の投資家さんが資金を大きく投げるところに乗っかっていきましょうってことになります。はい、ちょっと今日も丁寧に説明させてもらいましたけども、いかがだったでしょうか。あのー、もしね、今回の解説、前回の解説、そしてここ1週間、2週間の解説が、なるほど、そうだよねって分かるようでしたら、かなりあのプラスでロットが積み上がってるそうなんですけども、なんかよく分かんないなって方は、ちょっとまだね、あの、私の、 言ってることが伝わってないと思いますんで、私はなるべく分かりやすくは伝えてるんですけども、最低限の知識がなければ、概念が入ってなければ、多分受け取りきれないと思いますんで、もう一回基礎を固めていただきたいかなと思います。でその中でですねん、今回はちょっとね、二つお話しさせてもらいます。一つはね、私の作った FX の基礎講座。これね、基礎用語集です。あの、古本で買ってきて FX の入門みたいな本買ってきてもいいんですけども、それで覚えきれなかった方、ぜひね、 私のこの FX の基礎講座ご購入いただければ3ヶ月かかりますけども毎日1分くらいで音声講義してますんで頭に入ると思いますそして概念とかテクニカルこちらの方を学びたい方は中級編っていうのがありますんでねこちらは6ヶ月がかりですただ1週間に1本か2本の解説動画が送られてきますんでじっくり学びます6ヶ月後にしっかりとねあのフォーメーションがなぞれるように 補助線が正確に弾けるように、えー、トレーニングするコースになってますんで、こちらの方がありますんで、それぞれ、えー、お問い合わせの方はね、メールの方でお取り寄せください、えー。返信をさせていただきますんでね、よろしくお願いします。両方とも有料になってますんで、まあ、ただそんな馬鹿高い金額つきませんので、あの、だいたい3万円前後だということになります。もちろんこれ、速塾,塾生さんはね、29,800円っていう話ですよ。一般の方っていうのはちょっとね、申し訳ないですけども、そこまで安くはできませんので、29万8,000これは、 前回販売した有名サイトの価格です。有名のね、アフィリエイトサイトでの販売代行業者さんの価格ですので、29万8千円。これで、えー、お願いします。まあですんで、即価塾に参加していただければ、これは2万9千0 0円でお渡しできるということになりますので、一番いいんではないかなと思います。それでは本日は以上です。ありがとうございました。こんにちは。即価塾の久保です。あのー、今回はですね、 えー、4月7日の朝の相場解説ちょっとミスっちゃいましたので、こちらの方に貼り付けさせていただいてるんですけども、えっとね、結論だけ申し上げます。2つのブレイクアウトポイントをお示ししますので、そこを超えたら各自の判断でエントリーしていただければと思います。それではね、画面を切り替えて1時間の方を見ていきます、ね、こちらです。1時間の方ですけども、 本当言おうとしたのは、このレンジに入ってますよってことなんですよ。この黄色く囲ったレンジなんですけども、えっと、上底の方ですよね。124円の04号のあたりに、こうやって黄色い線を引いてますけども、もしね、このレンジ内でのローソク足が、上の方に抜けるようでしたら、124円04号を一つの目安として、 バイでエントリーしていただきたいかなと思いました。セルの方はね、どうも動きそうにないと思います。全体的な流れが右肩上がりなのと、あとね、こちらの方でも、やっぱヒゲによって押し戻されてるでしょ、この二つ。だからまあ、下の方に行く可能性は非常に低いと思います。ちなみに、今まであったレンジはここで、この赤いところをね、取っていただければ、ブレイクアウトの狙いが成功ということになります。で、今新しいレンジに入ってますので、一つの価格帯をお示ししたわけです。 1 2 0円の045ですね。ここを超えて、えー、伸びていったら、ここで倍でエントリーですね。もう一つは冷やしの方を見ていきます、えー。冷やしの方ですけども、言わずもがなですが、125円、ね、こちらの方を、もし、突破したら、これはもう NG ができたということでね、判断していただいて、よろしいかと思います。NG ね。これによって、推進波が、 さらに N を書いて上昇していくってことになりますので今度は130円に向かうという超円安時代が来るかなってことですよねはいえー今朝言わんとしたことはこういうことなんですけどねえっ、ー、と皆様のところに届けは幸いでございますで明日が金曜日でしょうんだからもし明日今お示しした動きがあればかなり進むんじゃないかなとあと明日はね材料の発表ですから、えー、22時まで うん、ポジションを持たないように気をつけてください。えそれではあとはご自身の判断でいってらっしゃい。おはようございます。今日は4月8日金曜日ですね。今日から様々なところで新しい春の出発、門出がスタートするんではなかろうかと思っております。まあ、あのー、FX の相場解説の方もね、昨日はちょっとドジをしちゃってすいませんでした。音声がね。 行ったり来たりしちゃったみたいで、えー、改めて夕方取り直したものをリリースしたんですけども、まあ、今日ねまとめてまた改めてお話できると思います今週の要点はブレイクポイントが2つに絞れたよってことなんですよじゃあ相場解説をですね冷やしの方から解説していきますねこちらをどうぞ、えー、今ご覧いただいているのが4月8日朝5時11分の冷やしなんですけども高根県に入りましたよねグーッとこういう風に進んでいったのが高根県に入っていきました で、高値圏で意識するのはダブルトップですとか、えー、ヘッドショルダーとかいわゆる変わり目の兆候なんですよで今回一旦ヘッドショルダーを警戒したんですけどもそうならずにまたですねこのチャートバーは、えー、こちらの125円で9回転して、えー、下落に向かったこのヒゲの先端に向かっておりますでもう一つはこのゾーンの間ですよね このゾーンの間、4時間1時間でまた解説しますけども、ここを突き破ることができるほど、この上昇の流れは強いのかどうかってことですよ。つまり、この上昇の流れが大きいと、完全なる押し目になるわけですよね。変わり目か押し目かというテーマでお届けしましたけども、えー、変わり目っていうのは何もね、そこまで上がってきたのが反対方向に行くことだけを指すわけではなくて、変わり目に入った時に、改めてこうやって押し目を作ってね、上昇を強めていくってこともあるわけなんですよ。 だから NG ってものがあるわけなんですけどね。じゃあちょっと拡大してみてみましょうか。冷足を拡大してみてみます。はい、冷足を拡大しましたけども、えっ、ー、と、見えますかねこれ、チャートバーの先端でヒゲを出して急回転していって、ここまで降りてきたってことなんですけどもね。はい、ですので、警戒するべきは125円ジャストのあたり。まあ、この図でいくと125円の010ロとなってますけども、ここを超えたら NG は大きく展開していく。 つまりは、押し目が完成するってことになります。えー、現在ですね、下落した、えー、このローソク足が、この同じ水準までは戻ってきて突破したんですが、さらにですね、ここに設定した4時間1時間のゾーン、これを抜けてくるかどうかってことで、今、レンジの中にいるということになります。はい、じゃあ4時間の方を見ていきましょう。4時間の中では、このようにですね、この力点を横に伸ばしたところ、 ゆーっとね伸ばしたところその上の部分に展開がされてます下の方はもうほとんどあ圧力がありませんのでこのままやっぱり上昇に向かっていくんではないかなってことを考えさせられますねえー、現在価格は124円と言ってもいいところでございます、えー、いよいよね1時間で見たらわかるんですけどもレンジを抜けてとりあえず1時間のブレイクアウトをはかすんではないかなというところですね だからまずはね、1時間に切り替えますけども、124円台に乗れるかどうかってことになってきます。ほら。ね、ここで作ったレンジ、以前からお話ししますよね。で、前お話したレンジってのはここにありますよね。で、この上昇は取れたと思いますけども、今度はですね、この124円のあたりをブレイクアウトして、 125円のヒゲ先まで迎えるかどうか、ひいては125円で逆回転したヒゲ先を突破して、120円からですね、120円じゃない、126円から130円の方まで、大きく NG を書いて向かっていくかってことになります。そこを争点にするわけなんですよ。改めてお話し,しますけども、はい。1時間を今日はしっかり見て、124円台に行けるのかどうか、124円に行ったら、とりあえず125円までを目指して、 えー、リスクレアードをしっかり引いてですね。まあ、バイの方でエントリーしてもよろしいかと思います。で、これはね、時間帯にもよりますけども、場合によってはね、来週に持ち越すかもしれませんけども、125円を突破したら、今度はですね、130円まで、このドル円は見ていってもよろしいんじゃないかなと思います。多分この辺についてはですね、えー、来週しっかりと論ずることになると思います。今日は、材料相場になります。月の第1回目の金曜日ですからね。うん、ですんで、もうね、18時には、 すべてのポジションを生産していただいて、まあ、あの、22時以降にはポジションを持たないようにする方が賢明だと思いますうー。ただ今回の材料ね、いつものパターンでしたら、一旦大きく下の方に行くんではないかなと思いますけども、全体的に見ると来週にはやっぱり130円に向かう軌道に、これは N を書いた後乗るんではないかなと私は思ってますけどね。えー、それでは今日は、まあ、エントリーできる方だけしていきましょう。 私は今日は積極的にはしないつもりですけども、124円を超えた場合、一回ポジションを持ちます。そして、今日中にはないと思いますけども、125円を超えた場合、そこでもエントリーポイントを設定しておきます。それでは、相場解説は今週も以上でございます。お疲れ様でした。